どうしようかな。ここは相手が不意打ち打ってくるんだったら竜の舞。でも竜の舞して普通に殴られたら負け。まあ竜の舞するか。不意打ち。不意打ち2回目。この読みを制した方が勝つぞ。ここ相手また不意打ちか。また不意打ち読みで竜の舞。オッケー。ヒヤヒヤするな。で、この次なんですよ。この次また、不意打ちすんのかいって話で。これ勝ちてえな。2分の1をひたすら。もうこっちに焦げされたら死ぬラインまで来てるから、相手、怖くなってはいると思うんだよ。3回目で、この3回目で勝負かけるか。雷撃だ！はい、皆様こんばんは、マグです。本日もポケモンのランクマッチをやっていきます。今回はシンプルにゼクロムを使っていこうと思います。ゼクロムは前回の伝説アーリーのルールの時は結構いたんですけど、今回の伝説アーリーの、ダイマックス禁止ルールではほぼいませんね。全然見ない。ブラックキュレムともども全然いなくなりました。まあ、おそらくダイマックスが使えないから扱いにくいのかなってところですが、まあ、気合の助けして竜舞すればまだ使えるんじゃないかなと思いますんで、今回は気合の助けゼクロムを使っていきます。典型的な雑誌アンパなんですけども、ウアノラゴンが面倒ですね。ラグラージゼクロムエアームドでいきます。そういえばダイパリメイクとレジェンドアルセウスの新情報が追加されましたね。新しい姿のポケモンはめちゃめちゃ楽しみなんですが、両方ともランク対戦がないらしいので、結局対戦で使えないんだったら対戦勢からしたらって感じ。はい、お願いします。ウアノラゴンからエラ神を一発耐えてほしいところですね。まあ、HB ラグラージャンでおそらく耐えると思うんで、セロ巻いてきますか。エラ神。OK? さすがにラグラージ耐えるね。ハチマキとかだったら終わってたかもしれない。で、セロして。ただハチマキだったら、まあ、ゼクロムの脅威じゃないからな。じゃあ、イヴァンアクビで退場しますか。まあ、おそらくスカーフウオドラゴンなんで。どちらにしてもエラ神だったらゼクロム一発やられないから起点にはできるんだよ。さあシンプルにエラ神して、ただまあこの状態で竜舞すればタスキ残せるし、先制技にもね耐性あるから、これが一番ベスト。ただまあ気合のタスキを持ってればザシアンとかの対面で積むこともできるから保険にはなるからいいよね。さあテラボルテージは型破りと同じ効果で、攻撃を受けた時の相手の特性を無効にすると。じゃあここは竜の舞で安全に詰めるところ。竜舞一回してしまえばウノラゴンの上取れるんで。ラグラージ来たな。これ相手もあくびとかしてくるんじゃないの。まあ、素直に自信打ってくるパターンもあると思いますけど、ちょっとあくびが面倒なのでここは身代わり一回打ちます。相手が何をしてくるか見ましょうか。あくび OK、 これはかなりでかい。ただ問題はラグラージで吹き飛ばしか覚えたっけ。そこがだるいんだけど、まあでもあったらここで使ってるよな。じゃあ竜舞もう一回積みましょうか。二竜舞さすがに自信打ってくるかな。ホエルとか持ってたら打ってくると思う。今ってダイマックス禁止のルールだからさ、ホエルや吹き飛ばしの需要上がってるから大体持ってるんじゃないかって。こうやってツミポケを使ってると常にそれに怯える環境になってしまったよな。ダイマックスアリーの時は吹き飛ばしや吠える効かないからさ、そういう考慮する必要なかったんだけど、そうっすね。おそらくラストザシアンなんですよね。相手ここ自信打ってくるでしょ。その自信を耐えるんだったらもう一回リュウマイ積みたいけど、そうしようかな。ここスケールショット打ってもやれる保証ないもんな。スケールショットの数がカスだった場合微妙だから、自信耐える読みでリュウマイ悠長かもしんないけど、スケールショットほんと軽くないしね。でこれがお盆の実とかだった時だるいんで、自信多分 HB 特化なんで耐えると思うけどね。ゼクルもやっぱ伝説ポケモンですからね。腐っても耐久ありますよ。そりゃじゃあこれスケールショットで倒していきましょう。こんだけ無理やり詰めばやれるんじゃないか。いややれねえこれ。弱えスケールショット5発当てても倒せないんじゃないかこれ。お盆の実でしょ。期待値3発だからな。行ってくれ頼む。
わ、偉すぎ。ゼクロム偉すぎかよ。お前配信時はいつも2発しか当てないのに、動画の時は決めやがって。カッコつけてよ。なんとかゼクロムが5発当ててくれたおかげで、いや、ほんとスケールショットって軽くないよな。ただ皆さん、ゼクロム思ったより軽くないなって思ったかもしれませんが、こっからの雷撃無双は半端じゃないですよ。雷撃だ。専用の威力130の技。はい、ザシアン一発。リューマン一回してれば、耐久振ってないザシアンだったら一発やられるんで、そこが強いですね。技の火力もやっぱ大きいなと。スケールショットとは大違い。あ、切断。ああ、切断されてしまいました。ゼクルの火力が相手の悪空を切断したかなっていう。対戦ありがとうございました。はい、お願いします。初手ゼルネアス。まだと思いましたよ。今はね、大体初手伝説出し、もしくはその伝説に対抗できるポケモンを出すっていうのが主流ですよね。さあ、お互い特性見合って、こっちの方が早いね。ただ、どうだろう。無理やりジオコントロール積んでくるんだろうか。まあ、どちらにしてもこちら気合の助けあるんで、ジオコントロール一回積まれても一発は耐えるんですよね。なんで無理やり竜舞プラス雷撃で倒せるようにしていきましょうか。さあ、竜の舞。さあ、相手もジオコントロール。素早さが2段階上がるんで、おそらく、スカーフエース版抜きぐらいまで振ってると思うんですよね。ただこれ、物理防御が上がるわけじゃないんで、まあ、どんなに振っててもさすがに、1枚雷撃は耐えられないんじゃないかなと思うけど、どうでしょうか。それでやっぱポテンシャルあるからな。でも大体ゼルニアスって結構特攻とか素早さに割いてしまうから、めちゃめちゃ耐久に振ってる個体って少ないと思うんだよね。というわけで雷撃いってみましょう。ムーンフォース。まあ、助けで一発は耐えるんで。はい。ただ雷撃が命中率低いんですよね。ここ当ててほしい。当てないんすよね。これは負けですね。ありがとうございました。雷撃命中率85だから外れることあるんだよね。まあ、ゼクロムはね、雷撃外れたら負けなんで。ありがとうございました。こういうね、絶対勝てるっていうことがないんで、そこはやっぱ弱みですよね。はい、お願いします。クロバトレックスのパーティーですね。ニンフィアがいるんだけど、デッドサイドもいると。この2体使われるとゼクロム結構、動かしにくいな。これ、初手フルガモス、いいんじゃないの？ジェクロム。で、バトレックス用にバルジーナ連れてくか。お願いします。初手バトレックスから。じゃあ、フルガモスさ。引いてくるかな？どうだろう？突っ込んでくるのかな？突っ込んでくるんだったらオーバーヒートで吹き飛ばしたいけどね。メガネオーバーヒートだからやれるでしょ。引いてくるとしたら、ドサイドンか。ドサイドンも引きにくいでしょ。オーバーヒート行こう。アストラルピット。ウルガモスは特防高いからね。何せ。一発は耐える。すっごいギリなんですけど。あんま調子に乗るのは良くないってことですね。オーバーヒート！これ乱数でやられてたよね。多分。どうなんでしょうか。ウルガモスの耐久を信用しすぎたな。まあでもクロバトリックスも突破したんで、余裕ですね。まあこいつも竜舞すれば一発やれるんですけど、ドサイドに来たね。ステロ巻かれなければ、ギガトレで削ってどうにかって感じかな。バレジないか。で、削っておけば、まあ、あとは、ゼクロムでどうにかするしかないんですけど。何しろバレジーナから行こう。ロックブラスト、痛い。まあ、お盆並みあるんで、やられはしないと思いますけどね。ただクロバト用にはこのお盆のみあんま良くないんだよな。緊張感で使えないからな。自覚あるね。いいね。また3キリ3。いいドサイドンだね。僕のゼクロムとか、大体僕のポケモンはそういう系2発しか当てないんだけどね。ただ僕のゼクロムは2発基本的に当てて、たまーに5発当てるっていう。2発か5発のポケモンなんで、普通に3、4発でいいんだけどな。じゃあ毒巻いてきますか。まあ、イカ様でも良かったかもしれないけど、まあ毒でいっか。削ればスケールショットやれるしね。あれ、ロックブラ外していく。さっき5発当てたからな。あれは不運っていうか、まあ当然の結果だよな。結局ロックブラ2回打ったぐらいになったっていう感じだ。骨休め。このロックブラ外しが痛いんじゃないか。どうだろう、効果抜群じゃなかったら耐えてくれないかな。今回完全に HD 特化なんで。あーっと、それもちゃんと読んでくると。
うまいな。羽休めしてくるの読んで格闘技のシフトしてきた。羽休めしなくても中間卓になるから。なるほどね。じゃあ行くか。アルカムス、こっちが引いたのを見てギガドレ持ってないんじゃないって思わせれれば、あとは何が来てもタスキゼクロムでやれると思うから。うい、メガネギガドレだよ。こいつは痛いだろ。あ、めちゃめちゃいい感じだこれ。回復するけど6ブラで多分死ぬよね。アームハンマーなんだ。だったら死なないね。いや、毒で死ぬね、向こう。ドサイドも死亡。ただギガドレで固定されてるんだよな、このウルガモス。あんま良くないな、これ。ウーラオスか。あ、じゃあ、まあ、どの道か。どの道なんだけど、これ、どうしましょう。タスキ型だったら、あ、フィーチ持ってるってことはタスキ型だ。そうっすね。不意打ち持ってるってことはタスキ型なんで、相手に不意打ちを打たせる卓にしたいな。で、素早さは最速だった場合向こうの方が早いし、おそらくタスキだから最速取ってると思うんだよね。スケールショット一発打って上取っといた方がいいよな。2発殴られたらドン死ぬし、スケールショットからで不意打ち卓にして身代わりとか使ってかわせればって感じだけどな。スケールショット持ってるからリグの前持ってないって思わせるのもでかいかもしれない。あ、こっちの方がなんか早いぞ。あれあれ、エジパリータスキってこと？こう不意打ちじゃないってことは固定してないもんね。こだわり系じゃないから。あ、国境だ。どうしようかな。ここ相手が不意打ち打ってくるんだったら竜の前。でも竜の前して普通に殴られたら負け。まあ竜の前するか。不意打ち、不意打ち2回目。さあ、これすごいタクになってきますね。どうしましょうか。この読みを制した方が勝つぞ。ここ相手また不意打ちか。ただ不意打ちって基本的に何発か打ってみてでいいと思うんだよね。また不意打ち読みで竜の前。 OK。 ヒヤヒヤするな。でこの次なんですよ。この次また不意打ちすんのかいって話で、いい加減でも殴ってきそうだけどな。ただ相手的にはまだ不意打ちしてもいいところかもしんないな。どうだろうな。これ勝ちてえな。2分の1をひたすら。もうこっちに焦げされたら死ぬラインまで来てるから相手怖くなってはいると思うんだよ。3回目で、この3回目で勝負かけるか。雷撃だ。よし、当たってる当たってる当たってる。来たー、ドラー。危なかった、マジで。なんとか勝ってた。そうだよな。不意打ちって僕もやってたけどさ、2回目からどうしようかなってなるんだよね。2回目まで不意打ち安定なんだけど、3回目からどうしようってなっちゃうんだよな。これは切り刻んで学びました。そして切り刻んで学んだことは、不意打ちはとにかく打ちまくった方がいいってこと。結局不意打ち連打が勝つんだよな。はい。そんなこんなで、今回はゼクロも使いましたが、まあやっぱり爪は超パワーあるし、まあ素でも割とやっぱパワーあるんですけど、ただやっぱり地面タイプに対して弱い。あと、レヒレと組んだドラゴンタイプにも弱い。もっとこうやってゼクロムが柔軟に動けるような構築にした方がいいのか。まあゼクロム自体はやっぱりまだポテンシャルあって非常に頼もしいポケモンでしたね。はい。というわけで長くなりましたが、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなんかいただけると励みになります。お疲れ様です。